ビセートル病院ビセートル病院、ビセートル救済院とは、フランスの男子総合性レ院バルドマルヌ県ライレローズ郡ル・クレムラン・ビセートルにある。1656年、ルイ14世の指導により作られた、精神障害者、犯罪者、不老者のうち男子を収容する施設である。女子は、サルペトリエール病院へ収容された。もともとは、ビセートル城であったが、 ルイ13世が破壊を命じ、その後地は、傷病軍人用の病院に転用させた。病院は事実上、バンサンド・ポールによって運営されていた。当時の精神障害者の治療は、鎖につなぐ、毒棒に閉じ込めておく、暴力で圧する、大量の水を浴びせる、射血などであった、死刑囚最後の1日の舞台となっている。精神障害者をどう裁くか、 岩波名古文社2009年 ISBN9 兆7843億3 4 3万 5013P67 周微生とルセガン -19 世紀前半期における白地論学習院大学教職課程川口幸弘 P1 エドアールセガンについてわかりつつあること川口幸弘学習院 大学2005年7月2日2012年6月18日閲覧、P1 ありがとうございます。